チョコナッツの断面ジャイアントコーンは日本の企業、江崎グリーコ株式会社が製造、販売しているコーンタイプのアイスクリーム。現在名になってからでも43年にわたって親しまれてきたロングセラー商品である。塩水型のコーンにアイスクリームが充填されたもので、アイスクリームの頂点にはチョコレートがコーティングされており、その上にはナッツやチョコクッキーが乗せられている。 コーンの部分はソフトクリームの総合メーカーであるヒヨが製造委託を受け生産を行っている。アメリカ合衆国のジョリガルプ社のアイスに影響を受け、江崎グリコはジャイアントコーンの前身にあたるグリコーンを1963年3月に発売した。しかし、高価であったこともあり、販売は低迷した。1966年にセミシュガーコーンを採用した。 ジャイアンツコーンを発売1978年にジャイアントコーンに名称変更し商標登録した。2008年から従来のチョコレートコーティングとアイスクリームの間に生チョコレートが挟み込まれるようになり、より一層内容を充実させている。2012年5月には一部製品で放送不良が発覚したことによる自主回収があったため、 一時期店頭から消えていたことがあった。2020年3月2日、コーンの底にチョコレートをみっちり詰め込んだ新仕様を幸せのチョコだまりとうい、リニューアル商品を発売した。商品イメージキャラクターを長く務める綾瀬遥が頭から被かりついて14年目の綾瀬も驚きました。と語る CM も共感を呼び、新たな試みは好評を博して、 リニューアル後わずか1ヶ月で1000万本を売り上げた。同年の7月から8月にかけて行われたグーランキングでは正直一番美味しい低価格アイスランキング第1位となった。第2位は赤木乳業のガリガリ君。第3位は明治エッセルスーパーカップであった。更新情報2021年2月ジャイアントコーン内容量 140ml メーカー希望小売価格、消費税別140円。その他の商品ジャイアントコーンその他の商品、当たり商品のイメージキャラクターは、1985年からの10年間、時代を代表するプロレスラーであった、ジャイアントババが務めていた。アイドル歌手、坂井範子が共演した時代もある。ババと共演した坂井は、ババの体の大きさに驚き、坂井が自作する造語、 ノリピー後に、ババピーが、新語として加わった。また、ババが当時社長を務めていた全日本プロレスに、所属していた、ラッシャー・キムラは、マイクパフォーマンスで、ババのテレビコマーシャルをネタにして、ジャイアントコーン食べてるな、とババに言い放った。その後、堀千恵美、優香、松浦あやが、それぞれに担当していた時代がある。2005年から2006年までは、アイブ・が担当。 2007年から2021年6月現在までの14年間は女優、綾瀬はるかが担当している。ありがとうございます。